皆さん、こんにちは。花子です。今日のお題は、米国株続落、アップル下落、でもメディアに騙されるな。アップルショックと言われますが、最近はリセッションは来ないという雰囲気になってますよね。私は去年の7月にこれを書きました。私は意見変わってないですね。米国株リセッションは来てない。経済学者は問題を大きくしてこねくり回して株を売らせるのが得意。それが今までの歴史。普通に考えろ。 私はずっとリセッションは来ないと言ってきましたが散々リセッション来るって言われたんですが来ないでいいですかメディアが過去に何て言ってきたか検証しましょうよ それでアップルショックとも言われていますが、本当にそうなのか。アップルが3市販機連続減収。7月、9月も不振続く見通し。株下落。業界全般に携帯電話機やコンピューター、タブレットの需要不振に見舞われる中、アップルは今市販機も同様の業績になる見通しを示した。アップルはどれぐらい下落したんでしょうか。ただいま米国市場月曜日、日本時間夜中の2時ですが、過去5日間でマイナス9%下落しています。 しかし年初来で見るとプラス42.63%アップルショックずいぶん小さいショックですね玄関先でコケってコケる程度ですねまだ年初来プラス42%今年の正月にアップルを買った日本人の皆さんにはこれに10%弱の為替利益が付け加わっています アップルは決算発表で下落しましたがどんな決算結果だったでしょうか第三四半期売上はマイナス1.4%ト、粗利益プラス1.5%営業利益マイナス0.3%純利益プラス2.3%悪くないけど地味な決算結果だったので期待外れ的な感じはしますしかし売上ちゃんと単位を見ましょうね 1>, 1ドル142円で3ヶ月分の売上げは11.6兆円。純利益2.8兆円。利益率は24%。普通にすごいだろう。私のアップルちゃんはどうなってるかというと、プラス278%。これは2018年11月の破片が残っていたんですね。ちょうど米中摩擦の時に買ったんですが、脱サラした年だったので、結構売ってしまいました。4000ドル買って12000ドル分現在は儲かっています。 あの時もアップルは米中貿易摩擦でもうダメだって結構言われてたんですよね株価はどんどん下がるこの他のは配当金です四半期ごとに配当もされていますそしてこれに為替利益がつきます2018年当時は110円だったので先ほどのプラス278%に28%の為替利益がつきますその時メディアで何て言ったかというと米株株下落アアッップルやインターネット関連がが大幅安メディアがこのように煽ってる時 こそ買い時なんですがメディアの言う通りに投資する人がいます。 ウォールストリートジャーナルだったら大丈夫ですかとか、ブルーンバーグだったら大丈夫ですかとか、テレビの株情報番組だったら大丈夫ですかとか聞かれるんですが、全部信じたらダメです。ウォールストリートジャーナルの今日の記事、米国株最悪の9月、今年は特に心配。9月は通常米国株の値動きが低調なことで知られるが、今年は特に懸念すべきだと投資家たちは話す。それでは過去の9月を見てみましょう。 2018年9月7654から7627ほぼ変わらない2019年9月7691から7754へプラス 0.8%2020 年9月 1 1623から1 12553%下落2021年9月1 5622から1 47915%下落2022年9月1万2084から19719%下落、まあ、確かに去年は結構下落していますけどだからといって2018年に買わない方が良かったってことはありませんよね。 それに去年に至ってはちょうど買い時でした。そしてドル円はこちら。2018年に何かしら米ドル資産を持っていたら現在は142円なのでプラス29%。これは2022年まで続きますね。1000万円持っていたら株価が変わらなくても1300万円になっている。過去5年でナスダックは106%上昇している。2018年の1000万円は当時の9497ドル。 ナスダックは106%上昇しているから186,423ドルそれを現在の142円で計算すると2,647万円5年で老後2,000万円問題は解決していますナスダックは今やっと2022年の最高値に近くなっていますが去年の1月から米株投資から手締まりする人多かったですよね 私は手じまいという言葉が大嫌いです。手じまいとはなんて株に愛がない言葉でしょう。2022年1月に米国株から手じまいしたものどもよナスダックの株価は同じでもドル円はプラス23%。2022年1月に手じまいしたものどもよドル円は23%上昇あああ愉快愉快,愉,快愉快愉快、愉快愉快。 なんて言ったらダメですよ。お題の「メディアを信じるな」についてですが私はどのメディアも信じていません経済は確認しますよ FOMCPCECPI 失業率政策金利全部見ています FOMC のパウエル FRB 議長のスピーチは全て自分の耳で聞いています でもそれはアメリカの経済が今後10年20年先大丈夫かという目線で見ています投資先を決めるのは決算書を見てからですよく考えてみてくださいよ一緒に見ているテレビでみんな儲かると思いますかそのメディアテレビは去年の9月これからリセッションが来るなんて言ってませんでしたか今年20年2023の1月は、 為替的にも株価的にも買い時でしたが今年の1月に株を買うことを不安にさせるようなことをメディアは言ってませんでしたか投資というのは抜け駆けする人が儲かるんですよ全員が儲かるんじゃありません みんなと同じにしていたら儲かりません。下落した時こそ買うというのはもちろんですが上昇してても下落してても買うというのはみんなができることではありませんみんなが見ているメディアの通りにしていたら去年はだいたいリセッションが来るとか米国株は下落するとかばっかりでしたよね蓋を開けたら去年の9月は株価的に買い時でしたその時メディアは何て言ってましたか2022年9月の記事 低迷景気減速で通期予想を撤回株価15%安フェデックスが景気減速により世界的に出荷量が低迷と発表して他の会社の株価も引っ張られてインデックス下落その時2022年9月これをツイッターに書きました「フェデックスの決算が悪いから景気後退笑わせんなよ」それに対してこのコメント「景気後退するのは確かですが」 この記事もありました。フェデックス株が一時24%安、1980年以来の下落に、ブルンバーグ、 こういう時こそ決算書をちゃんと確認しましょう。フェデックスの当時の決算書を見ると、売上6%上昇。しかし燃料が80%上昇したので、営業利益が15%減少。純利益21%減少。確かに去年の6月から8月、原油高かったですよね。これを見てアメリカの景気減速となりますか普通に原油が高かったからコスト増なだけ。 そして会社が出している EPS 予想よりも悪くなっているだけでした。これを受けて景気交代と決定づけていたのがおかしい。フェデックスが出した予想よりも悪い予想にしただけ、9月の暴落から現在まで株価はどうなってるかというと、フェデックスの株価プラス84%上昇。 これに対しておかしいだろうっていう私にリセッションは来るというコメントばかり。まあ違うと思ってる人はコメント書かないのかもしれませんけど私が何を言いたいかというとメディアを信じて決算書も見ずに雰囲気で投資をするなってことですちなみに一応フェデックス2022年9月に買っていますシンデレラ外商としてまあ2000ドル買ったんですけど、まあ、その後は上昇し続けたっていうこともあるしちょっと忘れてたっていうこともあって、えー、2000ドルだけしか買っていませんがプラス64% ですそのほかのは配当ですね私は2000年にアメリカに引っ越してから米国株はそれからずっとやっているということになるんですがその私からのアドバイスとしてはほぼメディアの逆を言っって儲かったとということですね今だいたい9000万円ぐらいの口座を見せていますがこの資産があるのは過去に買うだけの投資をしてきたからですメディアの言う通りに投資していたら持ってる資産ほぼなくしてましたねだから皆さんに言っていますメディアを信じるな 投資で儲かる人は、みんなが見ているメディアを信じて同じようにしている人たちではありませんみんなが見ているメディアを見てその通りにする人っていうのは羊です羊になりたいならみんながいる場所にいればいい上昇しても下落しても買える人っていうのは羊じゃありません下落した時に買うのがどれだけ難しいか下落した時のことを思い出してください私がウォール・ストリート・ジャーナルやロイターブルームバーグなどのメディアを見る時に何を考えているかというと メディアがどのように人を動かそうとしているかというところに着目していますそういう目線でメディアを見れないなら逆にメディアから情報を取らない方がいいぐらいですね投資のプロがボロ負けして投資の知識がない主婦が大儲けしてるって話は時々ありますその投資の知識がない主婦が大儲けできる理由というのはメディアに流されないからですメディアは株価が暴落したら米国株の終わり 株価が上昇したら、これから上がる米国株というタイトルをつけてきます。だから、毎月自動的にインデックス株を買う S&P500 の VOO や全米株式 VTI など、または下落を狙って個別株を買っていく。 まあその両方などどちらかを選ぶしかないただし S&P500 でもいつでも半分になる可能性があります米国株は乱高下が激しいから儲かるんですそれに耐えられないなら上昇で買って下落で売るというボランティア活動をする羽目になります1年や2年で儲けは落ち着きません 行ったり来たりしながら利益は出てくるものです。インデックスだって簡単じゃないですよ。アメリカ経済を信じてなければ、著名投資家や経済学者が、米国株は終わりだと言ったらすぐ売ることになりますよね。そして全米株式でも半分になることもある。私はマーケットがどんな状況でも余剰資金で株は買っています。必要なお金とか税金のお金とかは現金で置いています。でもそれ以外はできるだけ投資しています。円で現金を保有していても、 先ほど言ったようにこの1年半で円の価値が30%下がってるんですよ円を持っているということはすでに円に投資をしているということになります、まあ、現に価値なくなってますからね電気代高い理由というのは円安だからですよねということで今日のお話はメディアに流されるぐらいならメディアを見るな とといいうう。ことです。す決算算書書にははろんな財務書表がが、ありまませめて損益計算書は確認しましょう簡単に損益計算書が読めるようになる無料会計クラス2回ありますがこの下のリンクにありますオンライン会計クラスはもう募集は締め切ってしまったんですがまた来年の1月に募集するのでその時によろしくお願いします でも無料会計クラス、この2回見るだけでもだいぶ違うと思うので是非見てください。ということで人に流される人は米国株で損するだけしっかり自分を持って投資していきましょう。それではさようなら。